はようございます。赤丸です。おはようございます。やっぱり言ってきましたね、この人。雨の日の VAB のドライブの動画です。すみません。カメラのアングル、ここがすごい皆さん気に入っていただいているのですが、どうなんでしょうか。この感じがいいですかね。そうですね。雨の日になったらちょっとマフラーの音もかなり静かというか低減されているというか、いい感じの音になっているのではないでしょうか。一回トンネルの中入ってみたいですね。今度また撮影していきます。クソ地図出てますね。まあ、いわゆるこの辺が自宅の近くですからね。マフラーの音これくらいでかくなったら歩行者の人がね、みんな注意してくれます。純正の時やったら車来てても、こう歩行者がこう来てて車が来てても歩行者見てても全然無視ですもんね。これぐらいの音やったら歩行者の人もなんかすごく注意してくれますね。おお、くちゃくちゃやな、あの部屋。エアコンの方なんですけれども、今日は雨降ってて曇ってるので、そんなに効きが悪いということはないので、また今度は炎天下の日にですね、エアコンの方がどんなものなのか調べてみたいと思います。前の無茶な形容なんて書いてるんですか。黒木工業、黒木工業って書いてあるんで、右翼かなんかですかね。雨の動画なんですけれども、一番比較にしてほしいのはこの雨音なんですよ。 GDA の時はもう雨音がもうすごい、なんか石投げられてるみたいな感じの音がして、すごく、音が気になっていたんですけれども、GVB に変わってからは少しはマシになったんですが、雨音ですよね。それでもパチ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 と音は結構大きかったんですが、 VAB に変わってから雨音はすごく気にならないレベルになってますね。パチンっていう音がしなくなりました。グロリア、丸面4頭ですね。あれは珍しい。グロリア、何やったっけ、グロリアの忘れた。グロリアの丸目4頭 Y33? 違う、すいません、適当で。これが VAB の静音性っていうところなんですかね。パチンパチンっていう雨が当たる、なんか戦車ゲームで弾が戦車に当たったらパンっていう音するじゃないですか。それがGDA と VAB の時はあったんですけれども、 GVB ですね。 VAB の時はそんな音しないです。
今日はあの簡単なんですけれども、これにて失礼させていただきたいと思います。また今度トンネルの音でも撮影してきますね。それでは失礼させていただきたいと思います。